はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。13騎兵防衛圏実況プレイ始めていきたいと思います。ということでね、前回チュートリアル全部終わりまして、この後なんかパートを選べるらしいんだよね。追走編、崩壊編、バトルって書いてありますね。救命編、アーカイブス。追走編はアドベンチャーって書いてあるよ。で、崩壊編はバトルなんだって。じゃあゲームがそれぞれ違ってるのかな。アーカイブス、これまでに明らかになった事実を振り返ります。ちょっと見てみましょうか、復習も兼ねてね。何も分かってないんだけどあった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 、託された悲願。はあ、ありましたね。ありましたよ。でもう一回見れるってことね。なるほどなるほど。網口周が見た夢の記憶。1985年破壊された市街地、怪獣に攻め込まれ最終防衛線が崩壊した審判の日、森村千尋はこの戦いに終止符を打つために自らを犠牲にして彼を16年前のスミレ橋へと転送した。ほう。じゃあこの後っていうのは16年前に行ったっていうことなんだ。はあ、じゃあ1969年っていうのがどっかでまたあるんだな。はあ、でこれが全てになってて、未来から来た少年。ああ、これあったね。あったあった。2024年。さつき池公園。ね。学校からの帰り道。雨の降るさつき池公園を歩いていた薬師寺めぐみと彼女の親友、きさらぎ、とみは、突如飛来したロボットの中から現れた少年、泉十郎と出会った。ね。おー、当時、キリコさんは、ね。そうだ、沖野くんだったからね。はい。1944年。時坂神社。これさ、時坂神社ってさ、時時間をさ遡るとかのさ、時坂だよね、これきっと。それを漢字変えてあるんだよね。スパイ疑惑の道治キミコをキリコを、時坂神社まで追ってきた肘山貴俊。追い詰められた彼女は閃光とともに姿を消した。肘山は交渉に忍び込んでいた怪しい男から、彼女の本名は沖野司であり、その正体は男だと聞かされた。うん、そんなの関係ないから。肘山くんにはそんなの関係ないから。うん。で、いろいろ、なんかいろいろあるんだね。はいはい、1985年、1984年、まさかの一目惚れ。これ良かったよね。おてんば娘たち。はい、あ、旧校舎めっちゃ汚かったとこね。夢クラブ。はいはいはい。なるほど。こうやって、なるほど、救命編は本当にこれまで分かったことを復習させてくれるっていうことね。で、確かにさ、今までのなんか時系列もめちゃくちゃだったりとかするから、多分ね、振り返りたくなるね、これは確かに。崩壊編、バトルな、バトルちょっとね、ストーリー行きたいですね。主人公選択が解放されました。追走編の物語は主人公の取る行動によって様々に展開します。まだ見ていない結末を探してみましょう。へえ、そうなんだ。関ヶ原くんね。あ、これがそうか。何パーセント何パーセントっていうやつね。14、14、12。ちょっとね、やっぱね、UFO 少女ね、行きたいよね。ちょっと一応全部見てみようか。関ヶ原、薬師寺。まあ、魔法少女も気になるけどな。もう窓紛だったよね。まあ、冬坂さんも最初の方に見たからね。くらべくんもいいんだよね。くらべくんも見たいね。あ、網口とかはアンロックがある。アンロック条件、崩壊編第一エリア。アスハッシウェイブ2のクリア。崩壊編の方クリアしてるってことが条件なんだ。で、こっちは尾形年次。尾形年次いないよ、まだ。ね。でも尾形年次のイベント、毒の犠牲者っていうのをクリアするとこっちが開くと。いやー、どうしよう、悩むな。悩むな。でもやっぱな、くらべくん行こうかな。くらべくん行こう。はい、くらべ十郎くん。いいね。怪獣の話続きやろうよ。はい、1年 B 組フローチャート。Y で開くフローチャートでは、今までにその主人公が辿った物語を確認することができます。青く表示されたチェックポイントがある場合、そこから物語を再開することもできます。うまく活用しましょう。Y。おー、これさっきのだよね。プロローグで、プロローグエンド、はい、で放課後の教室から始まって、お、もう3つに分かれるんだ。もう書いてある、ちゃんと条件が。教室で沢渡かなたちの会話を立ち聞きする。立ち聞きしたよ。
あの人子たちじゃないか。教室か廊下で、柴九太追い払うプリントの束。へえ、これわかんないんだ。どうするかはわかんない。お、懐かしいな。またか、お前も網口好きすぎだろ。で、網口も学食網口も学食好きすぎだよ。まあ、君らもクレーム好きだな。何が途中なの？立ち聞きしよう。なんかよ。そういうわけでは。むっちゃ突っかかってくんな。めちゃめちゃ気にされてるわ。くらべくん。あれかな。やっぱなんかあれ、記憶なくしてるみたいなことで警戒されてんのかな。なんかちょっと扱い気をつけないとみたいになってる。また立ち聞きしちゃうよ。何かおかしいの？どうしたどうした？時々辛そう。それはいかんな。それはいかんぞ。くらべくんにお話ししてみな。藤坂さん。何今の？おっとっていうの。ごめん、用事が。ね、混ぜて混ぜて、ガールズトークに混ぜてくれ。そうか。ね。みんなずるいって言ってたもんね、この子ね。みんな男の子と仲良くなってみたいな。またね。私というものがいますが。私というものがいますが、いかがですか。くらべくん。くらべくんイケメンだけど、無視ですか。カン無視ですか。そうですか。みんな帰っちゃうのね。そうかそうか。お、藤坂さん。何でもないな。どうしましたか。一目惚れですか。藤坂さんとね、いいカップルだと思うけど。ね、避けられちゃった。お前、発想が古いわ。ねえ。何なんだろうね。やっぱあれかな、夢で見てるからかな。さあ、網口くんの話しようか。そうだね。網口くんの家に遊びに行くの。ね、ゲームしに行くんすか。現実だと迷惑じゃない。そうだよね。そうだ、迷惑でもいいんだ。むちゃくちゃだなお前。でもな、こんなふりしてるけどな、こいつはいろんなこと分かってるやつだからね。例のビデオ渡そう。例のビデオじゃないけど、ジュロ、ハードな洋物ビデオ持ってたぜ。洋画の SF なのに。本当だよ。誤解を招く。ハード SF なのかな。それって円盤から橋の上に転送される。円盤から橋の上に転送される。へえ、覚えないの。怖っ。円盤から橋の上に転送される。地球来訪者クラウドシンク。地球来訪者について考えよう。地球に逃れてきた異星人の映画。橋の上に転送されるシーン。なんだろうな。橋の上に転送されるのか。それ撮ってる時思い出したけど、先週だった。先週だった。UFO ウォーのテレビ放映。UFO ウォー。見逃したのが悔しいぜ。なんだろうなんだろう、元ネタなんだ。なんか UFO 好きなやつ多いな。UFO ウォーなんだろう。考えてみよう。77年。公開されてなんだ。スターウォーズのことか。スターウォーズのことかな。なるほど。 UFO ウォーっていうとなんか全然違うものになるね。UFO ウォーならテレビ録画してるけど、ビデオ貸そうか。ラッキー。ね、やっぱビデオに撮るっていうのやってたよね。そう、3倍録画とかあったわ。あったあった。 HC テープあった。懐かしい。そう、3倍録画つって、長さが3倍録画できたんですよね。でも画質が落ちるっていうあったし、その HG とかっていうのはなんかハイグレードとかね、なんかこうちょっといいテープってあったんですよ。あの、音楽のテープでもあったのよ。音楽テープでもそのなんかメタルなんちゃらとかね、いろんなのがあってね。網口くんね。オッケーオッケー。いいよな、羨ましいよな。金持ちだよ。ゲーセンみたいになってんだって。もうめちゃめちゃいいね。それは素晴らしいね。
芝九太に、芝九太に何だろう、あ、例のビデオ、あ、藤坂さんのことを話してみますか。そういえば藤坂さんって休憩時間とかいなくなるけど、うんうん、気になるのか、ね、どこに行ってるのかと思って。ね、どこ行ってんだろう。沢鳥たちの話によると、はい、保健室へ昼寝に行ってるらしいぞ。寝てるのか。そうなのか。後つけて行って寝込みをするのすぐすぐそういう方に話持っていくだろう。まあでもこれぐらいの年の男子はそうかな。うん。あの映画はマイナーで、はい、今ではなかなか手に入らない。はい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 。これは前のやつかな。オッケーオッケー。一応全部ちゃんと緑消していこうか。寝てばかりいるし。うん。これもさっき見たのと同じだね。あ、僕の夢によく現れる、うん、それで妙に気になってる、そうそう、ね、もう好きなんじゃねえのみたいなこと言った覚えがある、うん、この前見た夢に、お、芝君出てきてたの？そうなんだ。アンドロイド、なんとアンドロイドまだ出てきてない気がするけど、この地球来訪者ちょっと元ネタ気になるな。橋の上に転送されるってなんだろうな。学食行こうぜ。お、学食いいね。網口好きすぎだから、お前。学食行こうぜ。お、行こう行こう。ああ、カバンね、カバン取って、カバンどこかな。あ、あったあった。学食行こうぜ。ああ、間違った、ごめんねごめんね、僕の学生カバン。はい、入れっぱなしだった。な、何を、ビデオか。ダイモスの映画、あ、ダイモス映画のチラシね。はいはい、怪獣ダイモスクラウドシンクね、これ一応確認。あ、で、まあ、ゴジラと同じ年だよね、1954年ね、うん、そう、ゴジラもシリーズ化してね、うん、まあ、いろいろな怪獣と戦うっていうのが、あの、常態化していくんですけどっていう感じだよね、うん、初代の怪獣ダイモス今映画館でやってるんだよ。行かない？行こう行こう。それ辻駅近くの古い映画館いいだろ。それならレンタルして、うん、網口んちのでかい。いや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 、こう、お前映画館のスクリーンで見るのがいいんじゃねえかよ。学食行こう。オッケーオッケー。ごめんね。なんかこれ何回も聞いてんな。教室を出よう。廊下へ。廊下へ。学食行かないと。学食どこだろうね。放課後。校舎3階廊下。ね、この人たち喋れないもんね。学食行くよ。行くけど、ちょっと一応こっちも見とこうか。走る走る、いいっすね。最近、お、喋ってる。数が少なくね。が、数少ない。おう、うん。たくさん買っていく男子はあれかな、彼かな。ねえ、たくさん買っていく男子は彼かな。学生食堂行きましょう。いやいや、どうなる？ちゃんと話し、おお、綺麗な。あ、南さんがいる。うん、網口いないけど南さんがいるわ。なんだろう、何を選んでるのかな。うん、いや、まだわかんないじゃん。まだわかんない、探そう。ね、南さんいるわ。南さん何してんの？なんか飲み物を買おうとしてる。うん、南さん、ね、ビデオビデオ、どうしたの？うん、いや、どうした？彼はさ、うん、いつまでいるのかな、彼と思って。うん、それね、あれかな、その宇宙人の話かな。ちょっと会ってさ。おう、何？もう少しだけ。おう、ね、お願い。何何？ あれかな、 BJ のこと知ってるの？この話はまた。え、どういうことどういうこと？なんだろう、謎がまた深まるわ。なんだろうな、急いでるとか言って言っちゃったけど。誰子ちゃん、うん、ご近所の南さんだよ。あ、近くに住んでんだ。あ、そういう関係だったのね。女子と仲いいよ。うん、そうだろ。違うよ、うん、赤くなっちゃって。僕の家の切実な、かわいいな。そうなんだ。うん、気ままなはずの一人暮らしは、うん、もう、何なんだろう、何なんだろう。へえ、彼、うん、何だろうね。比べ家の問題、改装する、これ初めてですね。僕の生活はあるから、うん、どうしたの？どんどんおかしな方向に。あ、改装だ。へえ、何があったんだろう。いつかの晩、比べ家食卓。すごいいっぱい料理が、むっちゃでかい、なんかサバの切り身みたいのあるけど、うん、いい匂いだな。ね、美味しそうじゃん。食べたいね。和食だね。いいね、美味しいね。あ、動ける。テレビやってるよ。おお、どうしたの？
あれ、あれこの人さ、すぐにお夕飯だから。そうなんだ。お箸出してもらえるかな。お手伝いしましょうか。はい、お箸を取る。いいですね、なんか2人分のお箸。食卓へ並べて。はい、なんかいい感じっすね。お二人どうしたんすか。ちょっと考えましょうか。二人分のお箸を考えよう。うん、でかいな。そしてお揃いの目を飛ばし、いいじゃないですか。変に意識しちゃうじゃないか。何なんだその、なんかなんだろう、あのなんていうか、女の子転がり込んできた系のアニメみたいなやつ。よしと。いいですね。そういうこと、そういうこと言うから恥ずかしくなるんだよ。追い出す。おお、クラベ君はなんかそういう妄想がたくましいんだね。テレビを消す。はい、つけっぱなしで寝てた。うん、消しましょう一旦ね。うん、薬師さんだよね。そうだよね。毎晩夜更かししてビデオ見てるからよ。ごめんね、面白いんだよね。ごめんね。同い年のくせに年上ぶってなんだよ。なんだこの甘酸っぱいやりとりは。入ったって。うん。どうせ眠れない。あれ、そうなの？なぜ？なぜ？君のせいじゃないか。え？私？なんでなんで？なんで？私。ねえ。君に何かしたか？なんだろう、あの気になってドキドキしすぎて寝れませんみたいなやつ？女の子とずっと。なんかめっちゃ悶々としてるよ。どれだけ苦しめるんだ。うん、そうなんだって。薬師寺さん、やっぱり一緒に暮らすのはダメだよ。うん、見つかると困るから。それもあるから。うん、とにかく来月にはここを出てってくれ。はいはい。え、でもなんか隠れて、ちゃんと住むとこあんのかな。これはどういうことだろうね。すごくあの十郎くんのことを心配してたんだよね、彼女はね。ピンポンピンポンって言ったんだけど、どこに行けばいいのかな。十郎くんいる？お、誰だ？南さん。あ、南さん来た。なんすか？部活帰りすか？おお、そうすかそうすか。でも勝手に入ってきていいことにならないと思うが。はい、どうした？ビデオの録画か。うん。驚いた。うん。十郎くん料理なんて。ああ、こんな、作ったと思われてるのか。まあね。すごいだろ。二人分作ったんだぜ。うん。食べてく？ね、食べてく？お願いというのは、ね、UFO 特番かね。うわ、来た、出てきた。勝手に出てくんなお前。なんで出てくんだ。そうだよ、隠れといてよ。クラスメイトの、うん、薬師寺さん来てんの、なんでって、なんじゃん、何これってって、なんじゃん、修羅場じゃん。やめてやめて。まあ別に南さんね、好きじゃないと思うけど、ほらもうなんか顔赤くなってるよ。どうしよう、ちょっと隠れてよ、頼むよ。南さん違うんだ。そうなんだよ、違うんだよ。これは、うん、そう違うの違うんだよ。あ、なんかまた来た。なんだなんだなんだ、また戦時中から人来た。あ、この人あれだ、この人あの最初にさ、すれ違ってめっちゃ顔色悪かった人じゃん。あ、これが三浦くんだったのか。うん、うわー、なんかもう厄介な人たちいっぱい来たな。うん、はい。そう、今度そっちだよね。部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。うん。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙って。いやいや、じゃあトレードしようよ。違う。うん。トレードで、そう。このさ、薬師寺さんそっちで頼むよ。ねえ。おい、どうせ、もう増えた。人増えたがな。三浦くん。うん、夏野さんは言っていますが、はい、ご飯食べた。夕飯一緒に。もうなんか好き勝手し始めた。一人暮らし、本当だよ。あれ、でもおばあちゃんどこ行ったんだろうね。そういうことか。それでこの3人でね、住むことになっちゃったんだ。メタチップ入手1300。
あ、で南が家に来た回想から居候っていう方に進んだんだね。進行度 22%。 OKOK。 ミステリーファイル入手。おお、ミステリーファイル。ここではゲーム内で登場した様々な情報や用語の解説を集めファイリングしています。おお、封じられ閲覧できなくなっているファイルは崩壊編で入手できるミステリーポイントを使えば開封することができます。ほう、そういうことかね。登場人物の解説、うん、あ、で沖野くんは1ポイント使わないといけないんだね。ミステリーポイント今2持ってるんだ。じゃあ沖野くん開封します。ミステリーポイント1を1消費して開封しますか。はい。沖野司は知能指数が非常に高い天才少年。騎兵をはじめとするさまざまな技術を生み出して防衛隊に寄与する。知的好奇心でのみ動き、人の言うことには耳を貸さず独断専攻しがち。1944年では女装して同時キリコを名乗る。うん、まあまあ見ましたね、見ましたね。あー、そうか、じゃあかなり先のやつとかを1ポイントとかで、うん、開封したりもできるんだね。なるほどなるほど、わかりました。はい、じゃあ救命編がね、今回1回終わりましたんで、とりあえずまあ今回の動画は一旦これぐらいにしておこうかなと思います。いやー、ちょっとシステムがどんどん明らかになっていくのも面白いしね、お話も、どんどんわかるようになってきて楽しいですね。でやっぱ救命編で次もう1回あれだな、もう1回ね、これ行って、もう1回、救命編じゃないね、で追走編でもう1回うん、クラベ君進めたいですね。うん、いいですね。お隣さんの南夏野に薬師寺めぐみとの同居がバレたクラベは彼女の頼みで新たな同居人を住まわせることになった。このね、話の続き気になるんで、次はちょっとこれやりたいなと思います。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。